はい、今回ですね、スマホ関連のちょっと備品をね紹介したいと思います。前回ねこれ Xperia 1の紹介レビュー動画を上げたんですけど、これのちょっと付属品をねいろいろ買って、使ってるんで、これもねちょっとレビューしていきたいと思います。はい、いろいろちょっと調べてからいろいろ買ってはいたんで、まあほぼほぼ問題なく、使えております。むしろすごくいいです。はい、まずケースは私こういういつもねこうデザインを損なわないクリア型のこう柔らかいやつを使うようにしてます。はい、でそれがですねこの、レイアウトさんから出てるこうやつですね。はい、パッケージングがこれなんですけども、はい、TPU ソフトケースウルトラクリアってやつですね。で Xperia 1用ってやつですね。はい、で卓上純正ホルダーにも対応しておりますということで、はい、これですね、問題なく使えるということで、このね私いつもクリアのやつを使っております。はい、で次はフィルムは割とこうアンチグレアでこうサラサラしたものを使いましてますね。割とこう入力するときに文字なんかも割とタッチペンを使ってこう打つことが多かったり、スケジュールなんかもこうするときにこうタッチペンなんかでこういう風にして、入力することが多いので、タッチペンなんですかこう反応する、ちゃんと反応してこう使い心地のいいやつのフィルムにしてますね。選んだのがですねこれですね。はい、これも同じくレイアウトさんから出てるやつですね。はい、これがねいろんな種類っていうかシリーズがあって、これは防塵反射防止とかのやつなんですけども、例えばブルーライトカットのやつとか、ここは緑のやつ、私は緑なんですけど、ここはいろんな色のがあってすごい種類があります。はい、でまあそうですね、反射防止とかここに書いてあるんですけど、こうサラサラタッチ、だから外でこうなんか作業したりとか打ったりとか見たりとかこうする人はこれがいいかなと思います。もちろん室内でも全然大丈夫ですね。はい、こうタッチペンでも問題なく、使えた反応をしております。はい、なのでこれがおすすめですね。あと後ろに、アンチグレアですね、反射防止、それから指紋や、皮脂がつきにくい、傷に強いサラサラタッチというふうにこういうふうになってますね。ちょっと見づらいかな。はい、これは本当いろんな種類があるので、ご自身 のご希望というかね、好きなやつを選ぶわけであります。はい、でこれ今度ね、Xperia このカメラが3つレンズあるので、今回からですかね、初めてこうカメラレンズフィルムみたいなのがあったんで、これもつけてみました。これはですね、どこのかな、シンプリズムさんかな、プラスシンプリズムさんから出てる、高透明のカメラレンズよガラスプロテクター、はい、透明クリア仕様で、まあ、指滑りがよく指紋を拭き取りやすいフッ素加工、気泡ゼロのバブルレス仕様、最高度で 10H で傷から徹底ガイド、 AGC 社製で強化ガラス採用ところに書いてありますね。はい、これがいいです。あとこれすみません、価格ですね。これがちょっと私フラップ行ってヨドバシカメラで買ったんで、これが1500円ぐらいで、こっちがこれちょっと値段書いてないな、私なんかこう透明なフィルムの方に貼ってあったかな、概要欄の方に Amazon の商品リンク貼っとくんで、そちらでごめんなさい見てください。で、こっちは1280円かな、これ貼ってる。はい、これはなんかガラスや、レンズはちょっとやっぱり、これもなんかね、私初めてこれ買ったんですけど、なんかね、こういう風にガラス拭くやつもあったし、こういうプラスチックのところにこうやって、なんですよ、こうやると、ポコッと外れるっていうか、剥がれてこうピタッとつけれるようになってました。だから触らなくてもいい感じで、あ、こんなの風にやってつけるんだなと思いましたね。はい、であとは、ちょっとこれは私あれなんだろう、これ私独自って言ったらあれですけど、以前ねマイクロ USB のスマホも使ってて、今回やっとこうタイプ C の方も変えたんで、純正の充電ケーブルはあるんですけど、ちょっと会社でも使えるようにこうこれですね、これマイクロ USB にこう変換挿して使うためのこれ変換アダプターですかね。はい、こんなのも売ってるんで、
今までの、昔のケーブルも引っ張り出してきて、こうやってね、使えるんで。これがタイプ C に変換できるやつで、急速充電、データ転送、高出力対応の、変換ケーブル。で、これが888円、オールテックっていうところのやつですかね。はい。で、これをこうに挿して、はい、使っております。はい。こんな感じで、すみません、これがちょっとバラバラになってましたけど、スマホケース、それからフィルムですね、フィルム、それからカメラレンズにつけるガラスフィルム、それから、変換アダプター、こんなものを使っておりますね。はい。で、もうお探しのね、Xperia 1でなんかいいケースないかなとか、フィルムないかなとか、ガラス、カメラのね、レンズのフィルムないかなとか、変換ケーブル探しているようなんていう方で、迷っている方がいれば、ぜひご参考にしていただければと思います。はい。概要欄の方に商品リンク貼っておきますので、ご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。はい。もしよかったらね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。はい。ご視聴いただきありがとうございました。今回は以上です。バイバイ。